ウナ川は、クロアチアとボスニア・ヘルツェゴビナを流れる河川で、全長は 207km、流域面積は9 3 6 8トルである。ウナ川流域には100万人以上の人が暮らしている。ウナ川は、サバ川の支流で、クロアチアのストラジェベニツァ山の北東斜面に位置する、ブレロウネの名で知られる、ウナ川に源を発し、最初の 4km を流れたところで、 ボスニア・ヘルツェゴビナに達する。マルティン・ブロド、クレンバクフなどの町村を通り、クロアチア、ボスニア・ヘルツェゴビナ両国の国境を流れていく。リパチュ近くで蛇行し、ボスニア領内に入ると、ビハチに入り、西に向かいボサンスカ・クルパ、ボサンスカオトカへ向かう。ドブレティントやボルニックの村近くで再び、クロアチアとボスニア・ヘルツェゴビナの国境を流れていく。 ボサンスキ、ノビ、ドボル、フルバツカコスタイニツァ、ボサンスカコスタイニツァ、フルバツカドビツァ、ボサンスカドビツァを流れ、ヤセのバツ近くでサバガーと合流する。ウナ川の主な支流にはウナツ、川、サナ川、クロコト川などがある。ウナ川流域には170を超える薬光のあるハーブが群生し、ウナブルーベルと呼ばれる珍しいトルコ一色と緑色をした野草もある。また、 28種の魚類も生息し、ウナ川では最大の酒類の不破片も生息する。流域の町は、ウナ川が世界で最も綺麗な川であると主張しているがそれを証明できるものはない。ウナ川の名前の由来の伝説に古代ローマ人が最初に訪れた際、ウナニーカエストと言ったとされ、ウナは唯一であるということから、比類ない綺麗な川ということと関連している。 毎年、うなれがったと呼ばれるボートやカヤックによる川下りのイベントが行われる。ありがとうございます。